ハルトハイム。ハルトハイムは、ドイツ連邦共和国バーデンイコール、ビュルテンベルク州ネッカーイコールオーデンワルト軍に属す、町村、以下、本校では便宜上、町と記述する。中核地区と八つの地区からなる。ハルトハイムは、エルフ川、または、エルファ川とも言うが、バウラントを削って作られた、エルフ渓谷の中ほどに位置する。ハルトハイムは、連邦道、 B27 号線で2分される。ハルトハイム町内のこのバウラントとオーデンバルトを分ける境界沿いでは他に例のない植生を観察できる。町域は一部がネッカータールイコールオーデンバルト自然公園に含まれる。ハルトハイムは以下の地区からなる。現在のこの町域に初めて定住者が現れたのはおそらくケルト時代のことと考えられる。 ゲリーヒトシテッテンクには、ケルト時代のものとされる、ボールヤトが残されている。リーメスは、ハルトハイムの西、わずか数キロメートルの場所に築かれた。このことから、ハルトハイムは、ローマ帝国のわずかに外側に位置していたことがわかる。ローマ人がバウラントから去った後、アレマン人が侵入し、この地域に定住した。996年にハルトハイムは、 皇帝夫三世の文書中で初めて記録されている。1197年にはヘンリーカス・フォン・ハートハイムという人名の記述があり、ハルトハイムに貴族が住んでいたことがわかる。1256年にはハルトハイム教区についての記述が現れる。ハルトハイムには騎士の城塞が2つあり、それぞれ1324年と1326年に最初の記録がある。 キシボルフ・フォン・ハルトハイムが1561年に建設したハルトハイム城、上官は現在町役場として利用されている。このボルフ・フォン・ハルトハイムは1555年にハルトハイムに宗教改革をもたらした人物でもある。キシボルフ・フォン・ハルトハイムは1607年に後継者を残さずに亡くなり、ハルトハイムはビルツブルグ市教領となり、 再びカトリックに戻された。1656年、統治貢献が、それまでのマインツ大司教から、ビルツブルグ司教本部に移された。この時すでに、ハルトハイムには、役所が置かれていた。帝国代表者会議主要決議により、ハルトハイムは1803年に、来人間講領とされ、1806年のその廃止に、伴い、バーデン大講領に編入された。 1911年、バルデュルンからの路線により、ハルトハイムは鉄道網に接続した。これは、周辺住民の多くにとって、職場としてのハルトハイムの地位を強化することとなった。しかし、やがて鉄道は廃止されてしまった。1961年に、アメリカのミサイル防衛部隊がハルトハイムに配備され、1966年には、 カール・シュルツ駐屯地が設けられた。これは現在もハルトハイム重要な経済因子となっている。ハルトハイムの住民の多くはローマ・カトリックの信者である。プロテスタント信者はわずかであるが、ハルトハイムにはプロテスタントの教会組織がある。ハルトハイムには第三帝国時代まで600年を超える伝統を持つユダヤ教組織が存在していた。 この町の議会は19議席からなる。赤字に銀、白の六角形の塔を2本持つ教会。それぞれの塔の三角屋根の上には、銀の十字架が掲げられている。二つの塔の間に銀、白の三日月があり、その上に金、黄色の五個を背負い、青い服を着て、金、黄色の王冠をつけた聖母。聖母の右手には金、黄色の尺、左手には金、黄色の後輩を持つ。 裸の用事 S を抱いている。その下側に楕円形の四分割された小紋章が上半分が教会の入り口に重なる形で配されている。小紋章の左上は赤と銀、白で波形に上下に分割。右上と左下は青地に三つの青いリングを描いた銀、白の斜め体。右下は青地で赤と白に四分割された旗が 斜めに差し出された金、黄色の旗竿につけられている。街の眺望を印象づけるのはエルフタールドームと呼ばれる聖アルバン協会である。この建物の基礎は1891年7月12日に造営され、1894年のクリスマスに建道された。この教会は1888年11月20日に最後の宗教儀式が行われた後に崩落した。 ゴシック協会の後継建造物である。現在は町役場として用いられているハルトハイム城や90分の一税倉庫であったエルフタールハレを囲む城市公園は祭事広場として利用されている。町の中心部にはバルター法満学習センターをはじめ多くの会社や住居が建築群を形成しておりエルファパークと呼ばれている。 中心部の南側には、かつての城塞跡で、城塞が破壊された後にも保存された首都である、シュタイネルネ島がある。バーデン・ランデスビューネが都市に何度か、エルフタールハレで公営を行っている。連邦道、B27 号線、ブランケンブルクシャフフハウゼンが、ハルトハイムを東西に横切り、メインストリートとなっている。この他の交通は、地元の重要な職場としては、 マシナンファブリックグスターベアイリック、機械製造、ドイツ連邦軍のカール・シュルツチュートンチ及び貯蔵庫がある。カール・シュルツチュートンチには、第12高射砲戦車大隊、第300対空ミサイル中隊並びに、ハルトハイム衛星センターが配備されている。ハルトハイムの南部には、人工的な高台があり、パラグライダーや、ハンググライダーに利用されている。このため、 この人口給料はハンググライダーさんとも呼ばれる。ここでは毎年オーデンバルトハンググライダー選手権が開催されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。